新しいものが好きっていうのが有権者だけじゃなくてこの国の国民性としてはあるんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味では、菅さんで衆議院選挙戦うよりもどんな人であっても新しい人で戦うと支持率が上がるというのがこの国の国民性なのかなとすごく思っているので、政権交代はちょっと残念ながらね起こらないかなと。菅総理のいいところっていうのはメディアと戦おうとしていました、少なくとも NHK と戦おうとしてましたが、結局は都合の悪いところだけ抜き出されてテレビで放送されてしまうというめちゃくちゃ初歩的なパターンでやられちゃったのかなと。というか我々のように何を聞かれてもちゃんと答えれるっていうようなことができない人たちが、まあ、これまでの自民党も含めた政党にはあるから、そういう直接国民からの質問に答えるんじゃなくて国民と政治家の間にメディアを入れて、そのメディア側から都合の質問だけをさせるというような形でやってきてしまったのかなと。本音と建前じゃないですか。それが国民がその政治家を嫌がるところなんですよね。枝野さんなんかもうこうやって頭抱えて、ああ菅さんだったら勝てると思ってたのにな、誰になるんだろう、小池さんだけやめてほしいなみたいなこと言えばね、それはそれで親近感も出るし注目を集めると思うんですけど、まあ反応したようなコメントをするっていうのがこれまでのその野党の人たち、立花さんと NHK ので助けてもらってるんですよ、何年か前に。もう NHK が怖くて怖くて、私の母が死んでんのに払え払えてきて、それでステッカーをもらって貼ったら来なくなったんですよ。それで助けてもらってそのご恩もあるから、今だったら私でもやれるんじゃないかと思って、暇だし、だからそれでお願いしたら OK だったんですよ。